久保さん、ナイトライダー2000、大活躍じゃないですか。置いとくだけで、ナイトライダー2000円の、なんだ、あの、稼げるっていうね、車両代。車両代稼げちゃいますね、久保さん。まあ、牛乳ね、まあ僕が牛乳の話を聞いたのは、病院に勤めてる人から聞きました。うん。で、病院に勤めてる人から聞いて、で、病院の勤めてる人の、 その病院の、なんだ、なんかその学会みたいなのあるじゃないですか。で、そこでも発表された論文があって、まあ、その話を聞きました。なんで、まあ、病院に勤めてる人の話が、じゃあ、その論文で出てるやつが、まあ、絶対かと言われると分かんないですけど、何をもとに絶対を決めるのかっていうのは、自分の判断でいいんじゃないですかね。うん 単純に僕は本当に牛乳飲んで、まあ下痢品になってたんで、まあそれでものまあ今はね、多分今飲んでもゲリピ品にはならないですけど、うーんまあ下痢品になるのをわざわざ飲ま,飲まなくてもいいかなっていう。だ会う人もいるでしょうね。だからそれは人それぞれでいいんじゃないですかね。うん。で、あとは何の情報を信じるかですよね。久保さんが話してる、いや、あの、なんだ、あの、ことを信じるのか。 で久保さんの速化塾に入る久保さんを信じて速歌塾に入るのか僕を信じてドリームアカデミーに入るのかそれは人それぞれなんでいいんじゃないですかねで何かをまあ否定しちゃうと全部が否定になっちゃいますからねなんかそのなんか,なんか自分の中の常識だったりとか自分のこう思うでいいんじゃないですかこれが可愛いとかこれが綺麗とかうん例えば世の中にはうーん,なんか まあ、ジャニーズには勝てないんですけど、そのジャニーズとかね、モデルさんとかね、まあ、世間的にまあかっこいいとかね、世間的にかわいい、きれいっていう基準があると思うんですけど、もしその基準通りで、うん、あるんだったら、多分、人類って存続できないと思うんですよね。だって一部じゃないですか。じゃその一部の人と結婚して子供を産むという。 ことしかできないわけじゃないですか。それじゃないとダメみたいなね。かっこいい人じゃないとダメとかね。可愛い人じゃない。このままあ、テレビに出てる人一部ですから。この一部と結婚して子供を産むとかね。子孫繁栄できるのは一部じゃないですか。まあ、あと大半無理じゃないですか。だから、なんかその、自分が可愛いと思っても他人から見たらね、お前よくそんなブサイクと付き合ってんなとかあると思うし。でもそれを否定したら、 あーまあ、そもそも世界が成り立たないのかなっていう多種多様であり多種多様の考え方であり多種多様の宗教があり多種多様のあ民族がいてっていう、うん、だから例えばイスラム教の人に対してそれはダメだって言ってもイスラム教の人はそれを崇拝してるだろうしだから自分が信じるものでいいんじゃないですかね。うん で、その自分が信じるものを言って、あ、確かにそうだなって思うし、そのこと、話すことを信じてくれる人を集めればいいだけなんで。うん。だからね、結構ね、周りに流されてる人って、多分、自分が信じれるものが一つないんじゃないですかね。こうだっていう。うん。要は、周りに流されてしまうっていう。うん。だ要は、 大切なのは多分、自分が信じて幸せを感じてるかどうか、もしくは自分のライフスタイルを、それを信じてね、ライフスタイル、自分のライフスタイルを自己実現しているのかっていうところが大事だと思います。自分が望む人生ですよね。まあ一度きりの人生ですから、自分が望む人生の方が良くないですか。で、それを、それを信じたことによって、それを成し遂げてるのかと。一回、アメバ TV だったかな。アメバ TV で、あの、宗教、 のあ多分ねあの、イエス・キリストかな、ちょっと宗教名は多分かあの出してないと思うんですけど、要はその家系に育ったらしいんですよ。でその家系に育った子供の話で、これ、アベマ t v で特あのドキュメンタリーで特集されてたんですけど、要は生まれた瞬間からね、こうはこうだっていう親からもうずっと洗脳を受けてて、もう親は信じてるんですよ。で子供は 本当にそうなのかなっていう。だから自分の意思とは関係なくね。その親は自分の意思でそこじゃないですか。でも子供って、うん、別にその概念ないので、親に言われたらそうやなのかなっていうね。自分の意思とは関係なくす、こう、叩き込まれるみたいな。で、育っていく中で、やっぱ違うぞと。自分の中で気づいたらしくて、脱退して、で、結果、なんだ、親とも音信不通だし、あのまあ、そういう話をしてましたね。うん だからその子供は何だろうな自分の意思でそれは違うなと思ったからそれを脱退しただろうしだから自分のこうだと思うところでいいんじゃないですかねうんだそれがないと結局周りのねこれがいいとかあれがいいとかこっちが儲かるよとかね結局もうずっとブレるますよね <laughs> ずっとブレるんでやっぱ自分の意思ですね D の意思って僕好きなんですけど <laughs> D の意思を持てて終わりましょうかいってらっしゃい